公園前駅は、中華人民共和国広東省広州市、広州区にある、広州地下鉄1号線と2号線の駅である。公園駅前駅は、地下3層からなり、地上は、人民公園、中山五十字、木々路、西湖路、広州地下鉄公園前、センターと周辺に、商業ビルがある。地下1階は1号線と2号線の共用コンコース。地下2階は1号線のホームと2号線の北コンコース。地下3階は2号線のホームがある。1号線、2号線とも、島式、相対式ホーム3面2線の地下駅。乗降分離がなされており、中央のホームが乗車ホームである。2号線は開業当初から、ホームドアが設置されており、1号線も2007年に、ホームドアが設置された。改札からホームへは、エレベーター。エスカレーター、階段が完備されている。エレベーターの一部は、ホームと改札外を直接連絡しているものがあり、利用する際は、駅員の付き添いが必要である。公園前駅は、広州で最初に開業した2路線の乗り換え駅であり、なおかつ、広州の中心街にあるため、新旧の建物が林立し、商店が非常に集中している。公園前駅の周辺は、広州屈指の商店街である、北京の歩行街に限らず、コミックシティ、五月花商業広場、紅百百貨、新大新百貨等があり、商業の中心をなす。また、広州市政府の最寄り駅でもある。当駅は、利用客数が1日を通して多く、広州地下鉄でも最も混雑している駅の一つである。平日朝ラッシュ時の8時から9時まで、当駅は入場規制を実施している。毎年の旧正月の期間は、広州区が当駅周辺の西湖路と教育路で1年に一度の花市を開催する。開催時は当駅が通常よりも混雑するため、入場規制を要する。公園前駅は、現在12カ所の出入り口があり、北京の歩行街、中山五十字等の場所へ、便利な場所にある。同万世城は地下1階から地下3階まで駅の北側に位置しており、地下1階と地下2階のコンコース2号線の降車専用ホーム北端に同万世城の出入り口が共用されている。出入り口は地下街に直結しているものもあり、A 出入り口は中旅商業場に、E 出入り口は五月花商業広場に連絡する。体育西寺駅と同様、各出入口に、駅周辺の3次元地図や目的地を表示するための LCD カラー表示システムも装備されている。公園前駅。ありがとうございます。